マザー・メイベル・カーターはアメリカ合衆国のカントリーミュージシャンでカーター・スクラッチの創始者。1920年代後半から1940年代前半まで活動していたオリジナルのカーター・ファミリーのメンバーとして最もよく知られるとともにカーター・シスターズのメンバー及びマザー・メイベルとしても知られている。メイベル・カーターは バージニア州ニッケルズビルで1909年5月10日にメーベル・アディントンとして生まれた。マーガレット・エリザベスとヒュー・ジャクソン・アディントンとの娘だった。一族の言い伝えによると、バージニア州のアディントン家は、イギリスの元総理大臣ヘンリー・アディントンの子孫である。1926年3月13日、メーベルはエズラ・カーアッターと結婚した。夫妻は、ヘレン・ジューン。 アニタの三人の娘を設けた。メーベルはやはりトリオの一人だった重視のサラと結婚していた義理の兄である AP カーターが1927年に結成したオリジナルのカーターファミリーのメンバーだった。カーターファミリーは最初期の農村のカントリーミュージックグループの一つだった。オートハープとバンジョーも弾いていたメーベルはグループのギタリストとなり親指を使って低音源と 中音源でメロディを奏で、人差し指でリズムを鳴らすという自身が考案したスクラッチでグループに独特のサウンドを生み出した。今日までカーター・スクラッチとして知られるこの革新的なテクニックはギターのリズム楽器からリード楽器への移行に影響を与えた。彼女は1950年代前半のグランドオール、オープリーのコミュニティで幅広く尊敬されるとともに愛され、 当時はまだ40代だったが、マザー・メイベルとしてカントリーミュージック界の母親像として知られていた。メイベルと娘たちは1940年代から1960年代にかけてカーター・シスターズマザー・メイベルとしてツアーを行っていたが、1960年の AP ・カーターの死後はカーターファミリーのグループ名を復活させ、たびたびジョニー・キャッシュと共にツアーを行い、 1969年から1971年にかけてグループはキャッシュの毎週のネットワークのバラエティ番組にレギュラー出演していた。1960年代のフォークブームの最中にメーベルはカーターファミリーの元メンバーのサラと短期間合流し、以前と同じようにサラがリードを歌い、メーベルがハーモニーを担当した。 メーベル・カーターは1960年代と1970年代に時たまソロでもレコーディングし通常はフルレングスのアルバムだった2枚組でコロンビアレコードからリリースされた彼女の最後のこのような作品は彼女が64歳の1973年にビルボードの最多販売カントリーアルバムチャートに入ったメベルはニッグリティダートバンドの1972年の レコード、永遠の絆にも参加している。メーベルは、数年間の健康不良の後で1978年に、高石、テネシー州ヘンダーソンビルのヘンダーソンビルメモリー、ガーデンで、夫のエズラの隣に埋葬された。娘たちのうちの二人、ヘレンとアニタも、同じ墓舎の近くに埋葬されている。メベル・カーターは多様な弦楽器を演奏したが、公の場でのパフォーマンスでは、 主にギター、オートハープ、ギタロー、バンジョーを演奏していた。書き留められた公演中のカーターの声明によれば、楽器を購入した13歳でギターの練習を始めた。カーターは全国的に露出した初期の女性ギタリストとしてと、カントリーミュージックでギターをリード楽器としての使用について言及され、しばしば先駆的なミュージシャンとして引き合いに出されている。著作家たちは、 メーベル・カーターが演奏していた少なくとも三内し4種類の演奏スタイルを特定している。カーターは時には5フレット分もギターを低く調弦していたが時には楽器の音域を上げるためにカポタストを使用していた。カーターの最も有名で広く録音されたスタイルは時にカータースクラッチないしサムリードスタイルと呼ばれている。このテクニックは 楽器の低音側の3本の弦でメロディを弾くのと同時にリズムのために高音側の3本の弦をかき鳴らすというものである。カーターは演奏に際してサムピックとフィンガーピックを使用していた。後に他のミュージシャンによって広められたもう一つのスタイルは実質的にサムリードスタイルの裏返しである。このスタイルではカーターは高音弦で指でメロディを弾くとともに リズムを低音源を親指で擦る。カーターが初めてアフリカ系アメリカ人のミュージシャンのレスリー・リドルがこのスタイルで演奏するのを見たとしばし言われている。カーターのギター演奏での3番目のスタイルはカントリーイコールブルースのリズムでの素早いフラットピッキングである。彼女の最も知られていないスタイルは1920年代と1930年代。 前半のオリジナルのカーターファミリーのいくつかのレコーディングで利用された。それは時々現代のドブロのように聞こえるハワイアンの影響を受けたスライドテクニックとして説明されるかもしれない。最終的に他のミュージシャンがリードパートを演奏している場合にはメーベルはしばしば彼らに合わせてギターでコードをかき鳴らしていた。あまり知られていない歴史的トリビアとしては 1932年に完璧にジミー・ロジャーズのギター演奏のスタイルを模倣してレコーディングセッション中にロジャーズのために穴埋めしたことである。ロジャーズは当時結核にかかっておりセッション中にスタミナを失っていた。カーターは自身の代表的なギター作品のワイルドウッド、フラワーをオリジナルの1928年のバージョンを手始めに何度も録音した。 オリジナルカーターファミリーと1930年に録音したザカドンボールは親指でベースを弾くカーターのフィンガーピッキングの良いレイジである。彼女の最後のスライドギタースタイルは1931年のマイオールドコテージホームである。デッカ向けに録音したクルマイナー S ブルーズは素晴らしいフラットピッキングの実例である。カーターシスターズとのレコーディングでのカーターによる興味。 深いギターの使い方としては、コーティーン・カラットナシング、I イ・ m working on, エビル i l ン i n g take good, care of him, waves, on the sea の速いテンポの再録音、I'll be all smiles tonight での現代的なサウンドの改訂版などがある。カーターは自身のソロレコーディングでもギターを演奏した。カンバーランドギャップ、ビクトリーラグ、レッドウィング、スウィート、アリーリーは、 カーターの様々なソロアルバムからのインストゥルメンタルの恒例である。録音された初期のカントリーミュージックではオートハープはあまり目立っていない。オリジナルカーターファミリーではこの楽器をしばしリズムに使用していたがメーベルの重視でバンドメンバーのサラカーターが自身の複雑なスタイルで演奏していた。オートハープが現在カントリーやルーツミュージックで演奏されているのには その人気において、メイベル・カーターが関わっているレフ・グリーン、D ・サラメイベル・トギャザー・アット・メイシズ・スプリングス、カントリー・ニュース、レフ。実際、オート・ハープはメイベルの最初の楽器だった。遅くとも4歳の時にはこの楽器をいじっていたが、1940年頃、前では真剣に向き合っていなかった。伝統的に、オート・ハープはリズム楽器として書き鳴らされていた。 メイベルは、ほとんどの現代のオートハープ演奏の基礎となった、ピンチプランクテクニックを編み出した。このテクニックはこの楽器でのメロディックなリードパートの演奏を可能にした。カーターのスタイルは後に、彼女のギターテクニックと同様にリズムで埋めるように進化した。オートハープを演奏している時に、メイベルはしばしば音が鳴っている間にコードバーを押していた。その効果はある。 種の音の連続的な変化でギターでハンマリング音奏法を行ったのと同様なサウンドを生み出した。著名なピアニストのフロイド・クレーマーはメーベルの演奏のこうした装飾に特に興味を抱いており彼のピアノテクニックを形作るのに役立ったと言われている。カーターがコンサートやラジオ番組でオートハープを頻繁に弾くようになると他の出演者と一緒に使用している。 マイクロフォンに対して十分近い場所で楽器を安定させることに不満を覚えるようになった。まずはテーブルと楽器スタンドを使ってみたが後になって楽器を上下逆さに自分の胸の前で抱えてハープのヘッド部分で演奏するというアイデアを思いついた。それ以前にはミュージシャンは反対側についているコードバーの下の部分を弾いていた。カーターはこのテクニックは 自身の複雑な演奏スタイルのための空間を許容し甘いトーンを生み出すことを見出した少なくとも1回の公演中にメーベルは控えめにだが自身が普及支えた演奏スタイルに対応するためにオートハープが異なる形で製造され始めたことを認めたメーベル・カーターはニューポートフォークフェスティバルでのいろいろな出演と合わせて少なくとも1つのオートハープ演奏のワークショップで 教えている。ワークショップの進行役は、1950年頃に、コロンビアレコードで、カーターシスターズマザー・メーベルが録音した、フェアテンダーレディースを参照して、メーベルが商業録音で収録された、最初の指でつまむオートハープのソロでクレジットされるべきだと述べた。カーターはそのグループでしばしば、オートハープを演奏していた。その他の例としては、カーターが死去する前に、 ファミリーの最終アルバム収録のマウンテンレディに追加したシンプルだが感動的なソロがある。オートハープの演奏をフィーチャーしたカーターシスターズとのレコーディングに加えてメーベル・カーターはしばしば自身のソロ作品でもこの楽器を採用した。事実、カーターの最初のソロアルバムではセッションのために特別に仕上げたと主張する古いフィドル曲のリバティを提示した。 あとに、スマッシュレコードは、数人のバックミュージシャンとスティーブン・スコット・シンガーズの、絶妙なバックグラウンド・ボーカルが含まれた、メーベル・カーターのオート・ハープ・ソロの美しく制作された、アルバムを発売した。他の10曲と共にグリーン・バレー・ワルツと、バーバラー・アレンが収録されている。カーターの最後のソロアルバムは、スタジオミュージシャンのフルバンドを従えた、オート・ハープ・ソロで大部分が構成されている。 マザー・メイベルは、自分が生み出した新鮮なサウンドを求める、他のアーティストとのスタジオワークを頻繁に行っていた。カーターは、ジョニージャックと少なくとも2曲と、ウィルバーン・ブラザースとも少なくとも2曲を録音している。校舎のコラボレーションでは、Go Away With Me がトップ10ヒットとなった。カール・スミスのゴスペルアルバムサンデーダウン・サウスで、オート・ハープを演奏した。 フラットスクラックスとの同じような組み合わせで、メーベルが全体にオートハープの演奏で貢献したアルバム、ソングズ・オブ・ザ・フェイマス、カーター・ファミリーが制作された。1960年代にメーベルは通信販売チェーンを通じて、オートハープと共に売られるインストゥルメンタルレコードの録音を手伝った。カーターは楽器のデモンストレーションと少量のセリフを提供している。 マザー・メーベル・カーターは歌声をオリジナル・カーター・ファミリーやその後のグループであるカーター・シスターズマザー・メーベルやその他の組み合わせのファミリーグループで作った数多くのレコードに加えている。また自身が歌い楽器演奏もした多くのソロレコードも制作した。さらに幾人かのアーティストと歌手及びミュージシャンとしてコラボレーションしている。 オリジナルカーターファミリーという呼び方は実はオリジナルのグループが解散する数年前にメキシコ国境のラジオ局で番組を持っていた時期に使われていたどうやら他のグループがカーターファミリーという名称を使用していたので自分たちのトリオとの区別を明確にするためにオリジナルを付け加えていたその後オリジナルカーターファミリーという名称はオリジナルのトリオと グループの後の形態、特にメイベルと娘たちによるものとを区別するのに役立った。メイベル・カーターはオリジナル・カーター・ファミリーと1926年頃からグループが公式に解散した1943年頃まで協力して個人的な出演やラジオ番組への出演及び商業レコーディングを行っていた。グループは1回目のジミー・ロジャースメモリアルフェスティバルの ために1953年5月に再結成した。プログラムの持ち時間に AP カーターの MC で2曲を歌った。この演奏は家庭用の映画カメラで記録されていたが、フィルムが保管中に劣化してしまった。しかし、音声記録は残っている。メーベルは一家が1927年に録音した最初の6曲のうち2曲か3曲でハーモニーを歌っている。 彼女のボーカルは、はじめは目立たないものだったが、次第に重要な役割を果たすようになった。トリオ全員でハーモニーを奏でることも日常的になった。メーベルとサラカーターは、しばしば AP とデュエットで歌った。二人は1937年に普通とは異なる、コールレスポンスのボーカルアレンジで二人の声を対等に扱った、ハローストレンジャーのデュエットを録音した。 メイベルは、グループの1940年の I'll Never h o l Sake, You のレコーディングで、すべてのバースの歌い出しのフレーズを歌った。グループの最後の商業レコーディングセッションでは、メイベルの声が、h ワイ I do you cry little darling, you tied, a love not in my heart, you are gonna be sorry you let me down, といった曲では、サラの声に対してわずかに支配的だった。ラジオ番組では、メイベルが、 リードパートを歌うことは滅多になかったが、時々ソロで演奏したり歌ったりしていた。1960年代の半ばから1970年代の前半にかけて、メイベルとサラは定期的に再会し、個人的な出演やテレビの仕事をしていた。二人は、この時期にも、コロンビアのアルバムを録音していた。1960年に a p カーターが死去してからは、それ以前は、 カーターシスターズマザー・メーベルと知られていたグループは正式なバンド名をカーターファミリーとした。メーベル・カーターは1930年代後半、ないし1940年代前半から1978年に死去するまで、主に3人の娘と共にこのグループで演奏していたが、他の様々なグループ構成でも演奏していた。グループはツアーし、 数多くのラジオ番組とテレビ番組に出演し、何枚ものレコードを制作した。カーターシスターズマザーメーベルとして、グループは最初の商業レコードを RCA ビクターで1949年に録音した。平均よりは売り上げは良かったが、その当時はメジャーヒットは生み出さなかった。いくつかの曲はファンの間でお気に入りとして長い期間を生き延び、時間の経過とともに、 大きな影響を与えてきた。これらのレコードは新しい45回転シングルのフォーマットで最初に発売されたレコードの一つだった。メイベルは RCA でレコーディングした My Darling, s Home at Last, Why Do You Weep Dear Willow, Walk, A Little Closer, Don't Wait, and I've Got a h o m e Up in Glory といった何曲もでリードパートを歌った。メーベルがフィーチャーされた。 この時代のより人気のあるレコードは、サムワンズ・ラスト・デイだった。ラジオの書き起こしでは司会者は、彼女は他の誰よりも多くのリクエストを受けていると述べている。カーター・シスターズが書き、歌い、そしてグループの最初の RCA での78回転レコードとして録音した別の非常に人気のある曲は、ザ・ニーリング・ド・ラン・カードズ・プリーだった。グッドの書き起こしでは司会者はこの曲を、 さて、皆さんはカードや手紙などの郵便物でで私たちにとてもよくしてくれました。友達、そして非常に多くの友達がアニタに次の曲をやってくれるように頼んだので今すぐそれに答えます。ザ・ニーリング・ドラン・カードズ・プリーと紹介している。この曲アニタがリードパートを歌い、コーラスパートでは三姉妹が美しい姉妹のハーモニーを歌うことで彼女たちのパーソナルで ファンのお気に入りだった。1950年代の前半までにグループはコロンビアレーベルに移籍した。この時代、メーベルが一つの曲のバースを歌い、娘たちが他の曲を歌うことが頻繁にあった。この時代の最も人気のあるレコードは片面がフェアテンダーレディースで、もう片面がホギーマウンテントップを収録したシングルだった。 1960年代前半にメイベルと娘たちのグループはリバティレーベルに移籍し1枚のアルバムと少なくとも1枚のシングルを作ったその後すぐにグループはコロンビアに戻りメイベルの生涯を通じて契約を維持したグループの大成功を収めたレコードがコロンビアからリリースされたこの間にボーカルのソリストとしてのメイベルの役割は減少したが これらのレコードで多くのハーモニーを歌い、定期的に曲全体か曲の中のバースを歌っていた。例としてはグループのアルバムザ・カントリー・アルブム収録のホームステッド・オン・ザ・ファームやコンピレーションアルバムスリー・ジェネレーションズ収録のピクチャー・オン・ザ・ウォール・キープ・オン・ザ・サニー・サイド収録の永遠の絆の特に永続的な演奏などがある。メーベルを筆頭にフィーチャーした。 最初の商業録音は、ブライヤーレーベルからのアルバムマザー・マビーリ・カーターだった。1959年に録音されたが、2年後まで発売されなかった。メーベルは、娘のヘレンとアニタにバッキングボーカルとして、手助けを求めた。グループのメンバーは、様々なソロ録音で、他の家族をしばしば活用していた。このアルバムから数枚のシングルがリリースされた。その後、 このアルバムを少し編集したバージョンがカップレイベルからクイーム・オブ・ザ・オート・ハープのタイトルで後にリリースされた。この取引はより確実な配給を提供した。メーベルはスイーター・ザ・ザ・フラワーズやマイ、ネイティブ・ホームなどのいくつかの興味深いセレクションで歌った。誰かが何曲かでリバーブをかけたエレキギターでのカーター・スクラッチを加えることを思いついた。 この奇妙なエフェクトはある、主のカーターファミリービーチミュージックサウンドといったものだった。メーベルはその他のボーカルパフォーマンスと何曲かの興味深いインストゥルメンタルでアルバムを満たした。1960年代初頭から中盤にかけてメーベル・カーターのソロ作品はマーキュリーレコードで録音され、参加のレーベルであるスマッシュカンバーランドからリリースされた。アルバム3枚と アルバム未収録の1枚のシングルがある。これらのレコーディングの代表的なソロボーカルとしては、f a d e ッ c o ート t of Blue, Flowers Blooming in the Ireland Wood, n o b o y s d l i n g on などがある。シングル版ストラミングマイグイタロでは、メイベルのギタローという新しいオートハープ風の楽器演奏がフィーチャーされている。最後に、アルバムからカットされた。 ホギーマウンテントップはメーベルが自身の盤上伴奏で歌った唯一の商業録音であることで際立っている。1960年代後半までにメーベルカーターと家族全員がコロンビアと再契約していた。その後すぐにメーベルはメーベルのもう一枚のソロアルバムリビングレジェンドをリリースした。このアルバムからのボーカルの例としては Give me you r love and I'll give you mine.We all miss you, Joe.A letter from home などがある。アルバムからの一枚のシングル、I told them for what you are fighting for は、チャートで多少ヒットした。上述のインストゥルメンタルの2枚組アルバムもリリースされた。カーターファミリーの一員としても、ソロミュージシャンとしても、メイベルは、他のアーティストのレコーディングのゲストとして、歌ったり演奏したりした。 何度もクレジットされないことがあった。この方面で最も商業的に成功した事例は、1970年代、初頭のニッキグリッティーダートバンドのアルバム、永遠の絆でのコラボレーションである。メーベルはセッションの合間の会話を提供している。また、キープオンザサニーサイドと、今宵、君に泣くでは、リードボーカルとギター演奏を、ワイルドウッドフラワーでは、 リードボーカルとオートハープの演奏を提供している。アルバムタイトル曲では曲を通して演奏し、第1バースで歌っている。このアルバムでのパフォーマンスでグラミー賞にノミネートされ、自身唯一となるゴールドディスク認定を受けた。アルバムは商業的に成功を収め、カントリーチャートでは最高4位となり、ポップチャートでも目を見張るものがあった。最終的にプラチナ認定された。 メーベルとジョニー・キャッシュは1973年にトップ40入りのヒットをリリースした。ピック・ザ・ワイルド・ウッド・フラワーでは、メーベルのギター演奏と短いダイアログがフィーチャーされている。シングルの B 面のダイヤモンズ・イン・ザ・ラフは、メーベルのギター伴奏でのボーカルデュエットである。メーベル・カーターは、長年のキャリアを通して、数多くの曲を作り、共同執筆し、 編曲及び収集したことで知られている。カーターが歌のカタログを収集したプロセスを理解するのには、彼女の義理の兄でもあるオリジナルカーターファミリーのバンドリーダーがどのように収集したのかを見返すのが役立つかもしれない。多くの学者、家族、音楽産業関係者は AP カーターが連続的なあらゆる段階で作詞作曲や楽曲収集を行っていたことを文書化している。 この連続体の一端では明らかに他人が書いたものであっても自分が集めた曲の著作権登録を行っていた。スペクトラムの反対側では AP カーターは完全にオリジナルな曲の全体を書き著作権を所有していた。特定の曲について詳細を求められると AP はその曲の起源について知っていることをすべて率直かつ自由に伝える。べての事柄は メーベル・カーターが自身の歌の単位や作業において AP カーターのパターンを踏襲したことを示している。メーベルがセッションの前に録音用に曲をアレンジする役割をしわしわになっていたことも注目に値する。インタビューの中でメーベルはオリジナルカーターファミリーのカタログに関してはほとんどの曲が AP カーターによって書かれたか収集されたと述べている。 自身とサラ・カーターがいくつかのタイトルで AP に協力したが通常はレコードのラベルや著作権申請書にはクレジットされていなとも付け加えたその一例が AP ・カーターの功績が広く認められているカーターファミリーの名曲ユー・アーマイ・フラワーであるサラ・カーターが同席したインタビューの中で メーベルは自身とサラがザ・グラス・イズ・ジャスト・アズ・グリーンと題されて印刷された言葉だか詩を見つけ、you、are アー・マイ・フラワーの歌詞が生まれたと主張した彼女は二人が印刷された単語のシートを使ってその曲の歌詞を拾い上げてまとめ上げたと述べている次にメーベルは自分が歌詞に合わせてオリジナルの曲を書いたと主張している近年カーター・ファミリーの曲の中には メンバー3人がクレジットされているものがあるというのは興味深い傾向である。明らかにワイルドウッドフラワーの作者としてメーベルがクレジットされていることを見たことのあるインタビュアーがこの曲についてメーベルにワイルドウッドフラワーを書きましたかと質問しメーベルは陰影書いていません。私の祖母がワイルドウッドフラワーを歌っていましたと答えた。メーベルはためらい。 その後で、そう、いくつかの言葉は書いたかもしれないと付け加えた。別の曲について質問したインタビュアーは、私がそれを書きました。それは、私のものです。一から私が作りました。歌詞もその他全部もといった回答を得た。メーベル自身の曲作りについての自己評価は、作詞ではなく、作曲に強みがあるというものだった。カーターシスターズマザー、メーベルの初期、 カーターは、アーサー・アーキュー・スミスや、ルビー・ムーディなどの作詞家から歌詞を買い、それに合わせて曲を作って、自身の名前で著作権登録するという、当時の一般的な監修に従っていた。メイベル・カーターの、歌の単ヤのカタログ曲の例としては、フェア・テンダー・レディス、ニーリング・ドラン・カード、エスプリー、アイブ・ガッタ・ホーム・アップ・イン・グローリー、ジャスト・ユー・アアイ、トラブル・サム・ウォーターズ、 レターフロムホームなど数十曲が挙げられる。近年、メーベル・カーターのタイトルの一つである、イン・ザ・ハイウェイズが映画、オー・ブラザーの数百万枚の売り上げを誇るサウンドトラックに登場し、これとは別にジュークボックス・ブルーズが映画、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道で使用された。1954年に、公の場で、AP ・カーターは、 オリジナルカーターファミリーのレコードがおよそ1000万枚を売り上げたと述べた。この成功にもかかわらず、生涯にわたってメイベルカーターは具体的な賞賛をほとんど受けることはなかった。それどころか自身のアルバムジャケットで自分の名前がスペルミスされることに耐える羽目になった。例えばメイベル、メイ、ベル、メイベルなどの間違いである。組織化された。 音楽団体から初めて主要な賞を受けたのは1966年だった。彼女が別のアーティストに賞を手渡すという架空の話でスピーカーの表彰台に誘い出された。メーベルは彼女が受賞したミュージックシティニューズ賞が39年間を音楽業界で過ごして初めての受賞であることを説明し大泣きした。このトロフィーには カントリーミュージックの母親と書かれている。メーベル・カーターはオリジナル・カーターファミリーと共に1970年にカントリーミュージックの殿堂入りを果たした。メーベル・カーターとバンド仲間のサラ・カーターは共に女性として初めて同時に殿堂入りを果たした。メーベル・カーターはアルバム永遠の絆で1972年の第15回グラミー賞の最優秀。 カントリーパフォーマンスショーボーカルイリティをまたはグループ部門にノミネートされた。カーターファミリーはアメリカンミュージックアウォードから1973年にフェイバリットカントリーグループのトロフィーを受け取った。翌年にメーベルはナッシュビルで行われたファンフェアで国際ファンクラブ組織から第1回テックスリッター賞で単独で表彰された。スミソニアン学術協会はメーベル。 娘のヘレン、孫のディビット・カーター・ジョーンズを1975年に記録した。カーターのギブソン製、ギター、カントリー・ミュージック栄誉の伝道で、カーターの写真とともに、メーベル・カーターは1970年にオリジナル・カーター・ファミリーの一員として、カントリー・ミュージック伝道入りした。1979年に、メーベル・カーターの死後に CBS ネットワークは、ザアン・ブロークン・サークル、 エイトリビュート2メイベル・カーターと題した特別番組を放送した。翌年にメイベルと娘たちはミュージックシティニューズカバーアウォード賞からゴズペル・アクト・オブ・ザ・イヤーを送られた。メイベルは1986年にクレッツ・マガジン・アコースティック・パイオニア賞を授与した。1992年までにカーターはオート・ハープ栄誉の殿堂入りしていた。1993年、 カーターファミリーを称える米国郵便切手に彼女の姿が描かれた。2002年にメイベルは CMT の40人のカントリーミュージックの偉大な女性たちのナンバー8に列せられた。2005年、メイベルはジョニー・キャッシュの電気映画ウォーク・ザ・ライン、君に続く道の中でサンドラ・エリス・ラファティによって演じられた。女優のフランセス・コンロイが2013年のテレビ映画 リング・オブ・ファイアで彼女を演じた、カーター・ハズ・オル・ソー・ビーン・ディピクテッド、イミュージカルズ・サッチアズ・キープ・オン・ザ・サニー・サイド・アンド、ワイルド・ウッド・フラワーズ、ザ・ジューン、カーター・ストーリー・バイ・アクトレス・アンド・シンガーズ・サッチアズ、ジョイリン・ホワイト、ジーナ・スチュワート・アンド、テレサ・ウィリアムズ。メーベルは、孫娘のカーリーン、カーターの1990年の曲名、アンド・ザ・アイルド・ウッド・ローズの主題だった。彼女の死は、 ジョニー・キャッシュの曲ティア・ア a ツ・イン・ザ・ホルステン・リバーの主題となった。メーベル・カーターについての数多くのトリビュートソングが書かれ、レコーディングされた。メーベルを含むオリジナル・カーターファミリーは国際ブルーグラス協会栄誉の伝道に2001年にレッセラレ2005年にグラミー賞生涯功労賞を受賞した。2007年にカーターは音楽キャリアによってバージニア図書館の 歴史上のバージニア女性として表彰された。2010年、ナッシュビルのリプスコム大学は、コリンズ同窓会行動の舞台をメーベルにちなんで名付けた。AP とサラの家、AP カーターの聖火、AP カーターの店、メーベルとエズラカーターの家及び、マウントバーロンメソジスト教会は、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に、カーターファミリーのテーマ別構成要素として登録された。 ありがとうございます。